いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お友の稲垣です。さて、今回はですね、なんとあの銀座の松屋さん、あちらはですね、まあ年に2回大人の感謝祭私は大人の感謝祭と呼んじゃってますけども、秋の感謝祭が、今回は秋のバージョンあるということで、そのお知らせを、この配信でさせていただきます。ちょっと声だけ失礼で小林さんがいるので、小林さん紹介します。小林さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、小林さん、はい、もう松屋銀座のこのね、秋の感謝祭、はい、いつもたくさんのお客様に、はい、来ていただけるんですけれども、はい、やっぱり本当にあの日頃の感謝の気持ちを込めてだから、はい、各店舗さんすごく力を入れてらっしゃると思うんですが、はい、もちろん ADMJ の店舗も力を入れてる、はい、力入れすぎ、はい、入れすぎちゃってるということです、はい、じゃあその入れすぎちゃっている張本人をですね、はい、今日はお呼びしました、はい、なんと店長自ら来てくれます。ひろこです。よろしくお願いします。ひろこさん、あの今日はですね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもねお店でね優しくしてください、はい、いつも立ち寄りいただきありがとうございます。買わないのにすいません。とんでもないです。お松屋さん昨日も行ってたんですよ。私もはい、地下でお弁当買いました。はい、さてそんな話はともあれ、あの本当に力入れてる、はい、ね、この、松屋銀座のその秋の感謝祭なんですが、はい、当然力入れるためには助っ人が必要じゃないですか。はい、でその助っ人を今日は、はい、あのトーク一緒にちょっとしていただきたいということで、はい、島田さん、はい、よろしくお願いします。じゃあ私引っ込みます。よろしくお願いします。いつも ADMJTV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。待ちに待ったね店長、はい、秋の感謝祭をこうして情報発信できるということで、いよいよもうね秋本番ですね。はい、本番ですね。なんか変なこと言いましたか。すいません。そのなんか社交辞令。秋本番ですねって。ひどい。最近のなんか民放で民放のね情報番組でも聞きませんよ。お腹が痛い。秋めいてきましたね店長ね。どうね、波のうねりを多分ね感じてると思って、ちょっとこうね8月下旬ぐらいになると。だんだんこう波がね強く、うねりも強く、あの一番海を押してます、ね。島田さんってほんとすごいよね。これまだ続けるんですよ。このメンタルの強さ。私がもうその話切ったんですよ今私流れとしては。切ってた。こういうそこなんか尺いらないなと。失礼しました。たくさん大変失礼しました。カットされてる。すいません。さて、ということで、でも、その島田さんが、はい、あの、やっぱり大好きだというお客様も、たくさんいつもこの秋の会社さんいらっしゃいますけれども、はい、何に力入れちゃってるんですか、今回は。これね、4月ぐらいから実はここで、フィバナイラの商品欲しいよね。もう聞こえなくて。フィバナイラの商品、はい、コレクションに出てなくなかった。っていうミーティングを、会う旅にしてまして、ええ、やはり昨年一昨年と秋冬シーズンといえばもう本当に一世を風靡したあのフィバナイラ、はい、ちょっとコレクションに出ていなかったので、うん、何か商品企画をして、お客様に発信したいなという話をしていたんですけども、はい、なんと小林さんがある企画を温めて、この素材を使った商品を目の前にあるのは？これはもうすでに今、松屋の店頭に並んでいる23センチタイプのボストンバッグでね、はい、もう大絶賛ですよね。じゃあ、秋の感謝祭も出る？これは在庫がなかったらごめんなさい。もう本当にあの、かなり少ない商品でして。本当？ナストルティースピガートが付いてるってことは、はい、新しくまたこれ投入されてるってことですよね。そうなんです、うん。結構動き出しがおかげさまで早くてですね。ちょっと取っておいた方がいいかもしれないですね。はい。あの、本当に早期完売の可能性が高い商品ですので、ね、スワロフスキークリスタルの B がついた、こちらサンドと、もう一色がエスプレッソ。この2色展開になってますね。ねせっかくね、ひろこさんにここまで来ていただいてるんで、はい、声聞きたいじゃないですか。はい。はい、そういうことですよね。そんなことどうやって振ったらいいんだろう。どうでしょう、店長。ね、これやっぱり人気ですか、フィバナイラ。すごく人気です。ちょっと素材も、毛並みの型押しに
あのこのレオパードをあのスプレーであの表現しているので、あの本当に季節問わずにモテるっていうのがやっぱり人気ですね。うん、であの結構ちょっとあれですよね。はい、のあれです。あれです。あれです。何見つめ合ってんの？もうちょっとなんか言葉忘れちゃった。このヘアカーフの、はい、あれが苦手な方でも結構持っていただけるので、素材としてあのちょっとやっぱり肌がちょっとアレルギーの方とかもこれだったら大丈夫っていう方が多いんですよ。未だにね、未だにこれ私こう画面越しだったり、うん、肉眼で見てもヘアカーフのようにしか見えない。いや本当そうですよ、すごい作りですよね。これ触れてもそうですね、触れてもそうですよね、うん、そうなんです。これはヘアカーフね、ライクはヘアカーフなので、はい、はい、すごく使いやすい。今店長言った通り、なんかルー大島さんみたいな、ライカー、みんな皆さん聞き逃してないですね。ライカーヘアカーフ、そんなこと出てきた。だんだん英語教室私行ってたの5年生と6年生の脳みそがついていけないのに、何が今起こってるんだ島田君の中でと。英会話教室の今、はい、練習の成果が出ました。でもあれですよね、広田さん、やっぱり最近こうインスタもすごくたくさん上げてくださってて、あ、はい、なんか苦労話とかないんですか、あれ。でも今すごく外が暑いので、そっか、はい、そうですね、本当に島田さんにも本当にいつもご迷惑をおかけしながら汗をかきながら、撮ってます。でもかっこいいですよ、ピーちゃん、あ、本当ですか。あれ撮ってるのは島田さんなの？そうな、私が、はい、へ、ちょっとこっち向いてあっち向いて。でもすごい偉いのが、どこの場所でどの商品をどのお洋服で撮ったらお客様にこの商品の良さが伝わるかっていうのをずっと考えていて、うん、でありがたいことに松屋のインスタグラムのアカウントはすごく DM でたくさんお問い合わせもいただけるようになっていて、うん、まあ、片道2時間通勤電車の中でずっとその DM をお客様のお答えをしているっていう、そんな広田店長ですね。人柄ですよね。そうなんです。本当こう買う側のね、なんか立場のこう意見としては、やっぱり商品もちろんなんですけど、お店の人なんですよ。人でどこで買おうかなっていうのは、やっぱりどんなに欲しいものがあっても、はい、お店の人がちょっと合わないかもって思っちゃうと、そうですね、やっぱりじゃあネットでいいやとか、あるいは他のお店のブランドにいいかなとかってなっちゃうけど、やっぱそこが広田さんの魅力だなってすごく思います。本当に私以外の他の2人のスタッフも、はい、ね、はい、皆さん本当によくやってくださってる。黒ちゃん、たけちゃん、黒ちゃん、たけちゃんが写真がないですけどね。そうですね。いやでもいろんなね、お客様に感謝の気持ちを込めるのは、やっぱりちょっとまた商品でも還元しなきゃいけないということで、はい、でそのなんか、じゃあこれはもちろん人気者なんだけど、はい、さっきの言い分によると、はい、雰囲気によるとこれじゃないってこと。そうなんですよ。なんか松屋専攻、何、うん、小林さんお願いします。お願いします。これはもう倫理が降りてるはずです。もう、ね、ずっとフィバナイラー、あれショップチャンネルでフィバナイラーしてやりますか。フィバナイラー、フィバナイラー、フィバナイラーしつこく、そうですね、なんかもう呪文のように私に、はい、フィバナイラのあれはどうですか、これはどうですか、春先からずっと、春先からずっと島田君今消費会のことしか考えてないんじゃない。消費会じゃない、感謝祭のことしか考えてないんじゃない、うん、っていうぐらいフィバナイラ、フィバナイラ、これはどうですか、これがどうですか。そして、はい、見事私のプレゼンを通り抜けた、はいはい、このヘリ巻きトートの、はい、これはワイド25センチ、23センチ、25、はい、うん、のミニタイプの方のヘリ巻きトートを、うん、なんとこの銅板部分フィバナイラで展開させていただける、ね、意外なかったんですよね、はい、このサイズのフィバナイラが、はい、本当だ、ね、大きいのと、はい、なんかマイクロミニとか23センチボストンもあって、ね、うん、意外に私このヘリ巻きのこのミニサイズがすっごいいいサイズなんですよ。私も使ってるんですけど、うん、定番のミニトートよりは容量が入って、はい、シャンブレーたくさんお客様お持ちだったり、あといろんな素材でやってるんですけれども、はい、このフィバナイラがいいってね、はい、言って、なんと10月の
ショップチャンネルでやりますよね、やりますよね。やってください、やってください。それを先行で、え松屋銀座に。何自分がびっくりした。ちょっと待って。いかがでしょう。カメラに映ってないところの稲垣さんの表情が、だんだん険しくなってきてたんで、それに今私ちょっと、おのぼいた表情。感謝祭が9月だよ。ショップチャンネル10月だよ。そうなんです。1ヶ月近く前にやるってことですか。おそらくなので感謝祭のタイミングでは、店頭サンプル各1点だけのご用意になると思います。今すごく急いで職人さんに作っていただいているので、ギリギリ、うん、はい、ショップチャンネルさんの納期も遅れそうなのに松屋に先に入れるわけにはいかないので、でもそのことないです。ショップのためにまず企画だったからね。でも松屋にはきちんと、ね、ご覧いただけるサンプルを多分島田君の家の近くのコンビニに職人さんが持ってくる。いや、これ本当これ本当なんです。え、どういう意味？前回も間に合わなくて、職人さんが島田君に、いいよ、島田君家のまで持ってくよってね。本当に夜中まで一生懸命働いてくださってる工場さんの社長さんで、本当に夜11時頃、お前一番持ってってやるってこと、うん、でも本当に次の日の朝一で私必要だったので、うん、じゃあ朝9時頃じゃあ銀座で合流しましょうかっていうご提案をしたんですけど、うん、いや今から持ってってやるっていうことで、ちょうど1年前ですね。だから今回もちょっと それに近いんじゃないか。あるかもしれませんね。そうなんだ、はい。いや、でもちょっと、まあ、松屋のね、はい、お客様にも喜んでいただけますし。ね、でもサンプルご覧いただくだけでも、うん、そうですよ。この、なんかもう妄想、これがこれになりますっていうことじゃなくて、うん、ね、1点ご覧いただくだけでご予約をいただいて、うん、でまた10月のもちろんショップチャンネルの方でもね、はい、もしかしたら先に、ね、うん、先にゲットしていただける方は数名なので、なるべく早いご予約をね、はい、いただけると、はいって静かな。いかがですか、店長的にこの形でフィバナイラっていうのは。あ、でもこの形本当店頭でも人気だったね。何その形でどんな素材が一番人気でした。あ、でもやっぱり今のスネークが、あ、そうだ、はい、スワロフスキークリスタルがついて、あれすごいですよね。あれすごくない？ものすごく すごい人気で、本当にスネークだよ。はい、そうなんです。スワロついてるやつだよ。そうなんです。お前のやつだよ。確定すごい客中いただいてます。そうですね。どうした、どうした世の中。そう、はい、うわー、かっこいいな皆さん。へえ、こんな素敵な商品が、ね、はい、感謝祭でご用意ができると、うん、あともう一つ何ご紹介してよろしいですか。聞いてないよ。そうなんで言ってないんです、これ、ごめんなさい。じゃん。あ、何それ。スリムウォレット。実は今年の春先ディノスさんで販売をされたそうで、はい、もう瞬く間にかなりの数が完売になったスリムウォレットが、はい、今実は数量限定でオンラインストアで販売する予定で製造中という情報を、うん、課長から聞きつけまして、はい、ちょうどタイミング的にこれ感謝祭間に合うんじゃないかっていう、許しを得ました。許しを得ました。持ってくね。なんで持ってくね。こんな、やっぱり本当に ADMJ 愛の強いお客様が多いので、ね、様々な商品を。マーキュリーモードですか。そうですよ、ね、私ちょっと違うじゃないですか、このパーツ初めて拝見して。違います、あれです、もう出てこない、ザ・ファッションハードウェア鉢を作っているイタリアのメーカーさんが作っているパーツです。そうなんですか。クリスタルガラスです。へ、はい、綺麗、でターコーズとちょっとピンクコーラルみたいな。私それを出張に行って社長とこれを作りました、うん、すごい、なんかこう厚みがあるの、ちょっと横から見ていただける感じにしてもらうと、うん、そこのパーツの厚みが横からそうですね、そんな感じ。ほら、すごい、なんかこの立体感すごいですね、これ、おー、これもなんかもう本当数量限定でパーツがあるのみ。そうですよね。ブルー綺麗ですので、うん、ちょっとこれ動画をご覧いただいたお客様は、感謝祭当日店頭にお越しいただいて、在庫が残っていないという可能性がありますので、動画を見て気になるお客様はお早めに店頭まで、ね、先ほど課長に聞いたらこれちょっと実は片方の色は本当に少ないので、もうないんだ、10
ピンクの方ですね、はいはい、受注をすべきではないのかなって思うぐらいの数量なんですけど、もうやっぱり出したいということでこの2色ご紹介させていただきます。はい、はい、じゃあ気になる人はオンラインでってことですか。気になる人は松屋にお電話をください。松屋にお電話ください。オンラインで販売予定をごっそり、ごっそりなのか、持ってごっそりっていうか、もう本当に多分ねないはずなものがちょっとあるっていう感じですよね。そうですね、そうですね。そんな感謝祭をね9月8、9でこの感じで、はい、こうなんかお客様が欲しそうなものをなんかあのお財布とバッグ関係なく集めたっていう感じすみません見てわかる、不揃い感が、不揃い感がね、はい、でもお客様は絶対欲しい、両方とも欲しいですよねっていうね、欲しいですよね、はい、すいません、撮影15分ぐらい前にあの課長からお話をいただいたお財布でございました。はい、ね、はい、ということで、じゃあひろとさんからご紹介お願いします。はい、はい、松屋銀座2023年の秋の感謝祭、9月の8日金曜日と9日の土曜日開催いたします。はい手が震えますよね、ここに立つとね。そして、9月の8日の金曜日なんですが、お、はい、小林と島田さん、開店をされます、はいはい、お邪魔します。あのお時間午後13時からお邪魔します。お邪魔します。で、お問い合わせ先です。松屋銀座3階の ADMJ で、私広田黒川武田がおります。お電話番号の方が 03-5524-5805 になっておりますので、お待ちしております。でも確実に欲しい方は今お電話で、はい、いただいた方がいいってことですね。そうなんです、はい、ぜひ皆様お問い合わせご来店お待ちしておりますので。あ、店長これあれですよね、感謝祭は松屋カードがないとご優待を受けられない。そうです、はい、まだこの動画配信後、カードをお作りいただく時間はありますよね、はい、当日でもいいんですか。あ、当日でもお作りいただけるんですけど、あのやはりちょっと混み合ってるみたいなので、はい、あのその前に、はい、あの作っていただくと、あの対象で、あのご優待になります。松屋カードってなんかポイントカードとクレジットカードあるじゃないですか、はい、クレジットカードを作るってことですか。そうです、承知します、はい、ね、クレジットそうなんですよ。そう、現金で買うときはポイントカードを持っていないとポイントがつかないんだよね。そうなんですか。はい、そうですよね。私違うんですよ、私はポイントカードしか持ってなくてで、なんかそれでてっきりなのかなと思ったらマムと違ったんで。そうなんです、あれすごく分かりにくいなと思って。そうなんですよ、そうなんです、ポイントカードだけだとダメなんですよね。それがね、レジに行ってじゃあやめますと、なんかかっこ悪くて言えなかった。正規の値段で買えました、前回に。はい、ということでそんな話もそれでね、お客様もいらっしゃるかと思うので。そう、そうです、そうです。オンライン上でもカードの申し込み手続きも確かできました。可能なんですけれども、はい、そうするとあの1ヶ月ぐらいお日にちがかかってしまうので。間に合わない。そう、はい、このシステムもいいから、とにかくクレジットカードの機能がある松屋カードを作らないと、はいはい、優待の対象にはならないという。さようでございます、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では9月8日9日の松屋の秋の感謝祭、ぜひ皆様のご来店をお待ちしております。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。